時間で10時過ぎかな、10時半頃、日本時間だとお昼の2時頃ですかね、まあ、用事でねちょっと街の方に出てきてます。これねマハボディテンプル、こっちで、こっちが、まあ、スリランカのお寺ですね、マハボディササイヤ。日本ともね結構交流があって、いろんなところにねブランチ支店があって、ブダガヤもそうですし、あとはデリーとか、コルカタっていうところにもあるんですよね。でコルカタには日本から持ってきた仏像がお祭りされてるんですよ。阿弥陀様ね、阿弥陀仏っていう大正時代だったかな確か、ちょっと後で確認します、に持ってきた仏像がここにお安置しようとしたんですけど拒否されてしまって、それをさっきのお寺の人たちが、まあ、ちゃんとじゃあお祭りしますよと言って持ってったというのがあります。今友達が来てね、どこ行くの乗っていくかっていうことで言ってくれました。まあ、小さい町なのでよくこういうことがあります。で暑いんで少しねこう辛いものを食べて気持ちをねスカッとさせたいと思いながら歩いているとこです。ちょうどねチベットの食べ物を食べようと思います。でここに看板がありますけども、これはミャンマーの大統領ですね。左側が州知事さんです。モディさんですね、インドの首相さんです、モディさん。でこのまっすぐ行ったところに小さい露店があるので食べていきたいと思います。余談ですけど、よくねインドは本当にバイクが多いんですよね、こうやって。でクラクションもよく鳴らすし、賑やかなのかな、好きなのかなと思ってね、インドの人にこうね、なんでバイクのマフラーとかね改造しないのと、もっとうるさくできるでしょうと、改造したらかっこいいよって話をしてたら言われたのは、インド人はねうるさいのが嫌いなんだよと、だからマフラーは買えないんだよっていうのを言われてね、すごく衝撃を受けたことをよく覚えてます。さあ余談は終わりですね。ここにまあ数珠屋さんがあって、この横でねここに売ってるラフィン屋さんね、頼んでいきたいと思います。でこれラフィン屋さんね、薬効だな。ずっと待ってるんですけど電話中、日本じゃありえないでしょ、お客さんいても電話中です、マイペース。で今食べるのがラフィンっていうやつで、こんな感じ、ところてんみたいな感じです、日本でいうところの。でまず広げて、ほんとプルプルしてところてんみたいなんですよ。で何か分かんないけどいろんなのをこう乗せていきます。これ塩かな。チベットの方はねよくこれを食べるんですよね、おやつとして。何言ってるか分かんないけど、はい、チベット語はちょっとさすがに分からない。でこの辛いやつをたっぷり広げていきます。でこれは多分醤油みたいな感じですね。であとはこれ酸っぱい感じのやつですね。でグリ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 塗っていきます。でよく塗ったらこれですね、大豆ミートみたいな感じのものを乗せていきます。具にしていってぐるぐると巻いて、で切って完成です。あっという間、簡単でしょ、ラフィン。で袋に入れたボールに乗せて、で爪楊枝をつけて、日本じゃね、はい、で完成です。はい、よいしょよいしょ。ってことでラフィン食べていきます。こんな感じ、プルプル。で味としてはほんとところてんにラー油を塗ってるようなイメージを持ってもらってもいいですね。でそこにちょっとジューシーな感じを付け加えた柔らかい大豆ミートが乗ってる感じ。基本的には辛酸っぱいやつですね、酸っぱ辛い。なんか本当におやつとしてちょっとねこう暑い時とかね気分転換に食べるのはすごくいいんですよ。さあ大体食べ終わりました。でこれがね大豆ミートってやつですね。
結構もう本当にね、そぼろというかお肉にも見えてくるんですけど、食べるとね、本当ふかふかしてて美味しいんですよ、うん、辛いの無理な方はね、チャレンジしないように注意しておきます、うん、で周り見るとこういうパラソルがあって、チベット人の方々が数珠とかね、仏具を数珠売ってますね。貝の笛が売ってますっていう情報です。でこれで一皿30ルピーですね。さあ払って帰ってこう。はい、お母さんサンキュー、サンキュー、バイ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 。お母さん仲良くしてくれるね。さあ美味しく食べました。移動していきましょう。まだね、口の中がさすがにね、ヒリヒリしてますけども、いやでも美味しかった。この暑い時にね、この辛いものを食べるとスッとしますね、うん、ただまあ本当辛いの苦手な方はね、調整しないでください。これがね、チベットのまあお手軽なスナックみたいな感じ、ラフィンですね。さあまた移動していきます。今日も見てくださってね、ありがとうございます。またこれからもアップしていきますので見てください。ありがとうございます。